ブロードストリートは日本の競争場である。主な勝ち倉は2009年のローズステークス、スイートピーステークス。場名の由来はアメリカ合衆国フィラデルフィアの通りの名前より。デビューは12月21日の阪神の芝1600メートル。ディープインパクトの範囲モートランズエッジやバーミリアンの範囲モートフィロンルージュ島。 両欠場を抑え一番人気に支持され、人気に応体勝利する。二戦目は1月17日の京都の芝1600メートルの500万、下の平場戦も一番人気に応え、二勝目を挙げた。そして、大賀賞の優先出走権をかけて出走した、阪神のチューリップ賞は、前年の最優秀二歳品バブエナビスタに次ぐ二番、人気だったが、四着に敗れて、 優先出走権は獲得できなかった。その後、大花賞当日に行われた忘れな草賞に出走。一番人気に支持されたが二着に敗れ賞金を上積みすることはできなかった。オークスへの優先出走権をかけて出走したスイートピーステイクスでも一番人気に支持され、ここは人気に応え解消。晴れて、オークスへの優先出走権を獲得した。 そして、オークスは、ブエナビスタの4着だった。しかし、このレースで先着を許したのは、大賀賞の1から3着場のみで、能力は1000球でも通じることを証明した。夏場は、休養に当てて秋初戦は、ローズステークスに出走。5番人気ではあったが、春2冠とも2着で断然人気のレッドディザイアに、首差先着し、勝ち時計も、 阪神芝1800メートルのコースレコードとなる1分44秒7で重賞発生波となった。これにより、週華賞ではそのレッドディザイア、ブエナビスタに次ぐ3番人気に支持されたが、ブエナビスタが第4コーナーにホ本マの進路を妨害し、2着となった。続くエリザベス上杯では、復兵2頭の大逃げが決まる展開などもあり、6着に終わった。 明け4歳初戦は3月21日の六甲ステークスに出走。休み明けや、貧馬で 57kg のハンデを背負ったこともあってか、集団追走も伸びきれず8着に敗れた。続く、阪神貧馬ステークスでは、人気通りの4着だった。なお、半姉のストリートスタイルも出走していた。本番のビクトリアマイルでは、 後位中段から追い上げるも5着に敗れた。夏の休養を挟んで、秋初戦の府中品場ステークスに3番人気で出走。中段から追い上げるも伸びをかき6着に敗れた。続く、アンドロメダステークスでは、道中中段のインコースを追走し、直線でバグを縫うように伸びてきたが3着に敗れた。愛知杯では一番人気で出走。 中段追走から3コーナーで徐々に進出し、直線でセラフィックロンプと共に抜け出して一騎打ちになったが、花さで2着に敗れた。初戦の京都品馬ステークスではスタートで出遅れて7着、続く、中京記念では、道悪バ馬場が答えて、見せ場がなく8着、中山品馬ステークスでは11着、ビクトリアマイルでは当初起乗予定だった。藤田晋二が、 感動のため武士、沢雄二に乗り換わったが9着と惨敗が続いていた。マーメイドステークスでは、中段で待機すると直線で馬群の間から抜け出したが、大外から伸びてきた踏みのイマージンに交わされたものの2着と、構想した。クイーンステークスでは、後方から足を伸ばしてくるが4着。府中品馬ステークスでは、中段追走も、直線で伸びず9着。 エリザベス女王杯では10着に敗れる。愛知杯では、中段から足を伸ばしたが、踏みのイマージンの半馬審査の2着となった。初戦の小倉大将店では、後方から足を伸ばすも、直線で前がつまり5着。中山品馬ステークスでも7着と振るわなかった。3月14日付で競争馬登録を抹消された。引退後は、下神戸牧場を引いた場で、 繁殖品馬となる。ありがとうございます。